緊急会見、戸畑警察署長から緊急会見を行います。ここ数日、戸畑区をはじめ北九州一円において某百貨店の店員を名乗る者から、あなたのカードで数十万円の買い物がされています、銀行協会カード対策室に電話をしてくださいと言われた後、銀行協会を名乗る男から電話があり、銀行口座の確認を行いますなどと言葉巧みに口座番号や暗証番号を聞き出す手口が多発しています。このような電話は全て詐欺です。皆さん十分お気をつけください。またみんなのおじいちゃんおばあちゃんやご近所の方への声かけをし、ぜひみんなで詐欺被害を防止していただきたいと思います。このような被害を出さないためにも皆様のご協力をお願いします。以上、緊急会見でした。